熊谷哲太郎は、横浜訓網学校で日本初の盲人教師になった、あと、牧師となった。熊谷哲太郎は、1883年5月28日、北海道瀬田名郡宮村で生まれた。祖父金次郎は、二神療の網元の支配人をしていた。しかし、父鳥蔵は、博打や酒に身を持ち崩し、母は家を出た。父の飛行は山津祖父の資産を取り崩し、 祖父は支配人を辞して、一家は祖父の恐竜や青森へ移った。1886年には、全国で天然痘が大流行し、鉄太郎は重症になり、一命を取り留めたが失明した。1895年から3年間、青森で高井健役というハリーに入門した。高井は近代医学をもとにした、新しいハリアンを学ばせようと、門邸を医師にも学ばせていた。 この頃、熊谷は展示を知り、読書できる喜びと書くことのできる喜びを知る。1899年に札幌に盲学校ができたという新聞記事を知り、決意して札幌に出た。校長の大沢にもあったが、盲学校はまだ建築の募金集めに取り掛かったところだった。失意の熊谷に大沢は教会に行くことを勧めた。 1900年3月に教会に行った熊谷は、初めて行った自分を、兄弟として受け入れてくれた教会の温かさに触れて、同年8月に札幌教会で洗礼を受けるに至る。教会員有志の援助によって、1902年に東京モア学校尋常科に入学、1906年には東京モア学校ハリアン科を卒業し、横浜君盲学校の教師になった。 熊谷の死亡は、さらに高等教育に向かい、1913年に関西学院進学部に入学し、1916年3月に卒業した。熊谷の関西学院入学は、日本で最初の盲人の大学入学であった。在学中、熊谷は、高本正の援助を受けた。卒業後、熊谷は、大阪市一岡伝道所の牧師になった。 1918年、旧友の妹だった福永峰と結婚する。その後、屋内、宇部、広島西部、三影の各教会で牧師を務めた。1943年、外務省の移植により、万国盲学校の管理者になるが、戦争激化により翌年帰国した。その後、国崎、佐賀の関の牧師を務め、1952年に牧師を引退した。 1959年に、青梅酒の引退牧師老人ホーム新愛想に、妻と共に入居した。1971年にその妻が亡くなる。1979年7月11日正居、96歳だった。ありがとうございます。